日本ハム春季キャンプ10日名護怪我のため2軍調整中の清宮幸太郎内野手がチームの集合写真を撮影するため1軍キャンプ地に姿を見せた新庄監督に挨拶指揮官は笑顔を浮かべていたものの怪我での出遅れのお仕置きかいきなり頬をつねり言葉をかけた清宮はキャンプ直前の自主トレで負傷 左足関節捻挫で実戦復帰まで5週間の診断が下ろされた主力打者として期待されながらいきなり出遅れキャンプ前新庄監督は怪我したら注目が集まらないんでねテンションも下がるだろうし置いていくしかないと厳しい言葉を投げかけていた私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです 転んでもただででは起きない怪我で満足に練習できなかったしみんなに置いていかれるような不安もあったろうしそんな危機感を忘れずその気持ちをプラスに転換して巻き返してほしいすごく期待してます今年もあの綺麗なホームランが見たい戦力としてももちろんだが。 球団の宣伝としても清宮野村万波はその中心に据えられているから脱落は球団にとっても痛で出遅れた分、他人の数倍も鍛錬して復帰してほしい動画で見ましたが IR ああ頬つねりでほっこりキャレットキャレットやってしまったものはもうしょうがないので焦らずちゃんと感知させてより強くなって戻ってきてほしい 入団時の会見で将来的なメジャーリーグ挑戦を容認してほしいとか 60HR 打つなど発言してきたがいまだ打撃タイトルの獲得はない同世代の打者が 56HR 打って三冠を取ったりしてる選手までいることについてはどう思っているんだろうか期待してるからこそ離脱に対しては厳しい態度と評価になりそうだね ただ若い選手や野村にとってはチャンス良い競争を頬をつねるなんて新庄監督っぽい愛情と期待を感じる清宮君監督のためにもチームのためにも早く直して復帰してね応援してるよ後ろは伏見選手かなピリッとした2人の雰囲気と裏腹に後ろの2人がおもろすぎるわら チームの雰囲気最高やな今年は期待してるぞ。清宮選手はこの悔しさでホームラン量産するよねわら水谷は集中力が足りんからサードにコンバートして試合中期が抜けんうするとええそした30本は打つやろ清宮はもちろん置いていかれるでこういう愛のある指導って大事やと思うんやけどな 現代は何かにつけて体罰やら暴力やらちょっと騒ぎすぎるのはよくない入団7年目の選手がちゃんと誠意よまとなお仕置きをされているのが悲しいいずれにしても万波選手はさらに成績を伸ばすと思うから他の2人かそれについてこれるかどうか 日ハムファンには申し訳ないが、セミヤは今年586打席出場で、打率点2 8 3 37本塁打、98打点くらいの成績しか残せないと思う。日ハムファンはセミヤに、過度の期待をしすぎ、報道陣には厳しいコメントをしているが、なんだかんだで気には欠けているんだろう、それに答えられるかはイミヤ次第。 大都市ロサンゼルスで1015億の契約をつかみ取った大谷翔平と北海道の田舎で歌ったりダンスしてるセミア、同じドラ1なのに一体どこで差がついた写真を見ると頬をつねってる新庄の口元が笑ってる何かセミ宮への愛情を感じるホームランは打者が打つものではなくピッチャーが打たせるものである大打者でも後投手の球はそう簡単には打てない 期待が大きいからだよ、表で腐すのはセミアも息に感じてるだろうけど、大いに発奮してくれ。とりあえず順調に回復中のようだな。マジで置いていかれないように頑張れよセミア。